こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。 A 列車でいこうないライブ配信始めていこうと思います。今回はこの前々回に延長した鉄道駅別金駅に、バス路線バスを走らせていきたいと思います。で、ちょうどですね、この30番と31番、今30番のバスありますがに、バスを走らせていきたいと思います。それプラス別金駅からさらに路線バスを走らせます。私どうなりますでしょうか。はい、バス停の置き方もポイントになるかもしれないですね。いつも通りツイッチで配信を行います。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー、チャットコメント Please。 そして、アーカイブですね、YouTube にもアップロードいたします。ぜひアクセスしてください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 Please my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタン Please。 Twitter X、 旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ見てください。 TwitterX アカウントフォロー、チャットコメント、ぜひお願いいたします。 My Twitter X アカウントフォロー&チャットコメント Please。 リポスト&グッドボタン Please。 では行きましょう。まず30番31番って、運行表を見てみて、どういう運行の仕方してるんだっけ。高団地、東側から行って西側行って駅で球場へ行くルートだよな。30番はで、これ総駅の時刻は変えずに、行きたいと思います。30番はこれだ、6時スタート22時10分、終バスってなってますが、まあ、この辺は変えずに動かしたいと思います。これを見る限り先に東側を通ってんのか。30番はここですね、団地東。
まあ、まずバス停を作ってみますか。閉じて。じゃあ、ステーション。バス停。引き込み。でもここだろうな。なってるからか。こう回るからここにはバス停置けないよなっていう感じか。こうなると確かにそうなっちゃうから、こうかな。でこういったらこうだろうし、階段地東ってなってんな。階段地来た。金駅にしっていう風な感じでなりますかね。そして30番が直進で、あ、でも31番も直進だろうな。でここも直進直進になるってことか。ここも31番直進だし、いずれも直進になる。で、これは30、31番とも右折で、ここは3分停車だろうな。これ、一旦全車に適用。
で、右か。これ左だな。で、これも同様。まあ、30番31番とも、あ、違う、31番は左折で合ってるってことか。で、ここはまっすぐそれぞれ通ってもらうような形になりますね。うん、で、ここは30番31番とも折り返しだ。ただ30番はこのまま折り返すんだけど、31番は車庫に入ってもらう折り返しになります。で、31番ってそれまでこっちの折り返しだったんですが、31番って直進になってんな。ここで親は折り返しか見つけて、折り返してもらいます。31番ってこれだから、本来であればここに入るわけだから、左だよな。で、31番はまっすぐか。31番って球場南を通るのは一緒か。結局東から西だから、あ、こ
ここで右に曲がるのか。こう通るわけじゃないんだ。31番の場合は、あ、なるほど、素直に行くんだ。ここバス停別にないよな。なので遠回りになるような形になりますが、なるほどな。つまり31番の方が通る道は少ないってことですね。まあ、内回りってことにならないよ。30番のちょっと系統を変えて、っていう感じだよな。で、31は。30と同じか。5分停車だな。停車とします。
りあえずこれでいけるとは思うんだけど、今何時？12時21分か。30番はこう停車駅しないな。今30番どこにいるんだっけ。ここか。とりあえず追跡してみるか。追跡しつつダイヤウィザードで、開いたり開いたりしてる。え、今30番だよな。ん？どっちがどっちだったっけ？あ、これでいいのか。で、右へ行く。左だよな。左折。まっすぐ。ここで5分停車の折り返し。今度左へ行く、右へ行く。あ、これはやばいな。3分停車だ。で、まあまっすぐですね。左。左でここへ行って、右へ行く。雨止んだんだ。右へ行く。で、左へ行く。で、左へ行く。こんな感じだよな。でもこれ、31番にして、31番まっすぐですね。8時52分、まだ1往復ある。3分停車、左曲がる。すぐのはず。で、右へ行く。で、ここで左は変わらず、
ていう感じか。でここで31番はここ止まった、30番もここに止まるっていう風に一本ずつ止まりますね。で、何番だっけ、30番は6時に出るんだ。ストップ、こ信号を見てみよう。この辺の セーブ。まずでも30番から見てみることにしよう。10番は6時に出る。で、神社があるんだけど、この神社はなんかバス停がないんだよな。で、相談地東が何時かなってとこだな。で別金駅南口のターミナルを出て
今度ここ左に曲がって海団地西を通って蘇駅前から蘇球場南を通って31番は間違えた。うちの、別金駅のこの、東口を通って真っすぐ行ってこの団地東を通って、真っすぐ行くから結局球場に行くんだ。西から操舵式北は通らない。
西を通って三じゃあ東を通って球場南で前を通って相談市西を通って北を通ってか。で、別金駅西口に戻ってくるっていうパターンか。それ総駅前はこれ1回しか通らないんだよな。30番が2回通るのに対して。とりあえず時間を進めていきましょう。さあ、まもなく6時になります。なんかおかしいぞ。30番って球場前を経由するんじゃなかったっけ。先に9時20分で、さらに左へ。これ折り返しになってないな。ちゃんと直進だよな。6時50分。
時かってことは、8時9分かな。8時9分の8時13分。停車で折り返し、8時46分8時51分発ってことです。18分かな。9時21分。バスやっぱり本数多いですね、ここら辺は。9時50分か。駅に着いた。到着ってことですね。10時29分。10時半なんで、2時間半ってことか。まあでも本当に4時間半なのかわからんけど、
3時間だったのは4時間半になったよな。運行時間が運行時間は変わらずなんで、4往復なのかな、4か 4.5 かなっていうところか。18時間だろ。あ、4億だろうな。本数が6往復に対して4往復と3分の2に減っちゃいましたね。ひょっとしたら1往復さらに運行しなきゃいけなくなるかもしれない。31番のダイヤウィザード、
着しますね。で、ここで、5時35分から22時25分。こちらの方が、乗車チャンスは多いんですよね。16時17時5分、17時9分か。17時36分なのか37分なのか。17時36分だな。直進だよな。18時25分。ここ5分停車の直進だよな。18時50分。19時16分か。本数やっぱり多いよな。16分、19時19分。
19時50分かな。10時24分の20時25分か。ということで、感じで、3時間半か。3時間半ってことは15時間50分だから、5往復ではもう超えちゃうからな。4往復、まあでもこれ5往復だな。4往復だと14時間、14時間は14時間50分だろうな。ね、5往復ですね。13往復は9往復に減っちゃうわけですか。まあでもこの団地を入れると12往復、16往復が12往復か。4分の3に減っ、単純に言うと4分の3に減ってるけど、でも9往復分がこの別金駅東口に入るから、着きましたね。でもここで終わりじゃないです。このバスはさらに別金駅東口へ入庫のために戻っていきます。
左ですよね。長距離線が見えてまいります。これでここに停車するっていう格好ですね。翌日まで待機ってなりますね。ということで、既存のバスを延長して、まあ、延長するってことですけど、区間延長、その分本数は減ってバスの台数は変わらないんで、最も長距離線へ誘導するんで、結局鉄道への乗り換えチャンスっていうのは増えることになりますが、区間変更をいたしました。もう一本ですね、この別金駅南口を経由する広域バスを1台だけ増やしたいと思います。ちょっとその間2分ほどお待ちください。
はい、お待たせいたしました、はい、ということで、周りを一回回るルートですね。右回りの方がいいのかな。とりあえず、バス停を作ろう。で、
周回って回メビウスの輪のように回ってこうやるのが良いかな。8の字に回るっていうことを考えるとどうやって回ればいいんだ。片方に回って。こう回るとここがするから。やっぱり団地に回っちゃいけないってことか。まあ34番で買うんだけど、
を経由して往復してっていう感じかな。で、こっちだよな。ってことは、
ちょうど貨物駅がここにあるから、西亀貨物駅。で、
で、時間帯をどうするかですね。次が、まあ、まずは配置しまし、配置しないと話にならないけど、で配置してその34番の発車時間ですね。で当然折り返しになるから、5時45分から6時15分からだな。1時45分これでいいや。ということで、ちょっと行ってみましょう。折り返さないんで、ここね、ダイヤウィザードやけどだ。前に、そうだ、
まっすぐまっすぐだから、右折だ。感じかな。いや、まあみんな3分で、まっすぐだろう。で折り返し、3時間でいいはず。のみ。
9時34分かな、入庫船が入っていきます。車庫から入ってきましたね。7時5分かな。7時52分。8時5分。ここで左、まだ曲がらない。ここで左だ。7時16分。さあ、着きましたね。7時34分か。で、8時45分に折り返しに入る
すぐか。9時4分。ここはもうバス停省略だから、まだまっすぐ行く。10時15分かな。着はいつだ。10時39分だ。で、またまっすぐで、10時52分。10時55分か。特急列車だ。11時19分あたりかな。で、11時半か。11時半ってことは5時間。15分ってことか。ちょっとこれを、
そうにします。で、5時間15分ってことは3往復だな。状況によっては 3.5 往復いくかもしれないけど、まあ3往復でいいや。まあ、3往復であれば北側のバスとしては妥当な本数かな。もう惜しい、赤になってしまった。があります。あれはケータンの町のあたりの塔なのかな。ちょっと一旦車窓解除してセーブだけしとこう。はい、電源が切れてしまいました。じゃあ嫌だからな。西側がもうケータン、東ジャンクションですよね。で、今別金電車区が見えてます。その下を通っていきます。住宅地が、あのタワマンが見えますね。本来な層の住宅地向けのなんですが、あたり別金へのアクセスも兼ねるようになりました。金駅が見えてまいりました。快速がここに停車いたします。
返し停車、14時30分に山へ出発ということになります。やはり5時間半ですね。1往復あたりは。5時間半から、まあ5時間15分かな。3往復ですけど、基本的に環状線になるので、内回り外回りを両方兼ねてますんで、実質6回、まあ、各バス停は乗車、時間はともかく、別金駅へ結ぶ乗車チャンスはあるってことですね。1日6回であればまあ悪くないでしょうね。高速バスが通過してますね。工場群です。これ右に曲がって、私鉄電車、分岐線の電車でしょうかね。上見えるのは自動車が特急が高速で通過していてますね。こうも私鉄線ですか。遠くではありますがしっかり見えます。
これで到着となります。17時出ますね。はい、というわけで、こんな感じで別金駅バスを走らせました。手がつかしていく。はい、ということで、おそらくこれで、長距離線新駅編は一旦これで終了になるかと思います。次回どうするかな。長距離京阪、長距離線と私鉄線の五流駅からさらに線を一駅か二駅ぐらい伸ばして、列車を走らせるか、山の方にバスか鉄道を伸ばして、登山バスを走らせるというのもいいかもしれないですね。はい、次回をお楽しみに。ということで、Twitch で、配信を行ってきました。ぜひ Twitch の、アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。この動画のアーカイブは YouTube にアップロードいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Two days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド And good ボタン please。旧ツイッターの X のアカウント持っております。ぜひアクセス、アカウントフォローお願いいたします。またリポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&チャットコメント、フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、
A 列車で行こう9をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。